皆さんどうも、キューです。今回もね、次回イベントの話を少しねしていきたいかと思います。ちょっと前の動画でね、おそらくコラボ来るんじゃないかな、次のイベントてか来てほしいっていうね動画をね上げたと思うんですけど、今日ね撮ってるのが14日のね昼も過ぎたところで、まあ今日ね運営さんのツイッターからコラボ発表が来なくて、ほとんどね次のイベントは通常イベントに確定したかなと思いますね。うん、さすがにね次日コラボだとしたらもう遅くても今日発表だったと思うから、うん、ワンチャンしたるかないかだけど多分もうなさそうだからね、まあ次のイベントがおそらく通常イベントっていう体で今回話していくんだけど、やっぱね通常が来るとしたら国神の闇がねほとんどの可能性で来るんじゃないかと。うん、やっぱりね2回開催した後3回目がずっと来てなくて、うん、もう今ねシリーズとして残ってるのが国神か目印なんだけど、もうね当分来てない方の国神でやっぱね順番的に絶対次来そうかなって思ってるんで、うん、さすがにここで目印をね国神無視してくるっていうのはさすがにね、何回さすがにって言うって感じなんだけどないと思うから、うん、だから次ね国神っていう手で話していくんだけど、まずね国神が来たらね気になることが結構あって、一つ目がね次回じゃなくてちょ神々だけど、前回ね来た、第2弾の時に、イベントをね確か攻略するとだっけな、なんかクリアすると謎の男が出てくるんですよ。うん、今出してると思うんだけどこんな感じでね、うん、ハテナハテナハテナっていうキャラが出てきて、いきなり今セリフをね言ってすぐ消えていくんですけど、まあねこのキャラ今のところね2回開催して、キャラとしてはね、まあなんかその1回喋っただけなんで仲間としてとか敵としても登場してきてないんですよ実質ね、というか仲間とかにもできないから今ね。うん、だからこいつがね第3弾か、まあこれ以降どっかでね、うん、絶対来るんじゃないかと。さすがにねハテナハテナってことは、まあ、今後のねストーリーで絶対関係してくるキャラにはねなってくると思うんで、うん、だから次ねこいつがね多分敵かな、見た目的にどうだろう、敵として来るんかっていうのがまず注目どころなんだよね。まあおそらく砦とかになってくるんだよね。でこいつね見た目がね、自分ちょっと持ってないからこっちで見せるんだけど、カチカチ妖怪のこのカチカチ侍かな、こいつに頭とかもめっちゃ似てるから、カチカチ系のキャラなのかな、ちょっとねそこら辺まだわかんないけど、まあねその辺ね、あ間違えて大事点開いた、うん、だからそこら辺ねちょっと楽しみではあるよね。であとやっぱりね、仲間側というかね、まあ、ガシャキャラとかに入るレンがウルトラ Z になるのか、それとまあ取れてるままなのか、ちょっとそこはまだわかんないけど、レンがねどんなキャラになるのかも楽しみだよね、見た目とかもね。うん、まあ、そのねキャラの面が結構気になるのと、やっぱ形式だよね。今んところ国神ってゲートと武道会っていうのより結構神イベが2つね来てる感じなんですけど、まあ流れで言ったらゲートがねやっぱね来てないけど、ちょっとゲートなくなったぐらいね来てないからわかんないよね。まあ欲望というか願望を言えばゲートが来てほしい、久々にしたいからね。うん、まあでもちょっとね5、6ヶ月だっけな来てないからあんまり望みはないんだよね。うん、でやっぱりね最近の運営さんの傾向から言うと、武道会は最近来たからマップ、うん、やっぱね運営さん最近マップばっか来てんじゃん、マップスタミナマップスタミナみたいな、たまに武道会みたいな感じだから、いやーやっぱり最近ねそのね流れでいくと次はマップが相当怪しいのかなと。だからマップ横取りかな。うん、さすがにレースはやってこないでしょう。うん、ここでレースやってきたら運営さん鬼だからさ、うん、さすがにないと思うから、次部屋ねマップ横取りになるんじゃないかとね自分は思いますね。普通にね順番的にとゲートが多分ないっていうのを考えるとね。うん、で9月前半コラボとかねしておはじきかなっていうね流れかなと思いますね。はい、まあ今回はこんな感じかな。次日がね、まあ、おそらくコラボがなくなってしまって、まあ、その場合はね国神が来るんじゃないかっていう感じでね、国神のねちょっとしたね予想をねしてみたって感じですね。はい、ということでね、この動画が良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。